こんにちは、キャンプアウトのゆうやです。今日は代々木公園の方に来てみました。キャンプ系のイベントをね、今日やってるみたいなんで、いろいろ潜入してみたいと思います。じゃあ行ってみましょう。会場は多分道挟んで向こうの方かな。にしても今日は暖かいし、人がすごいたくさんいます。ちょっと大人色のチューリップ、大道芸とかもやってます。はい、最新の CGT が使われる。反対側行きます。ようやくです。ちょっと今回自撮りするとあんまり広角じゃないんで、おっさん成分強みですけど大丈夫ですかね。そもそもこれ需要ありますか、どうですかね。会場到着です。なんかいろいろあるよ。車とか、ミニカヤック、ライブもやってるし、行ってみましょう。お、すごい、結構名だたるアウトドアメーカーがあります。ちょっとテンション上がってきた。ハイランダーさん、焚き火スタンドめっちゃ安ない？これ結構コンパクトに畳めると思うけど、買おうかな。他にもなんか大きなテントとかもあります。というかね、めちゃめちゃにぎわってる。キャンプ人口すごい多いんだね今。レザーマンです。なんか新作もあるっぽい。片手で使えるマルチナイフ。なるほどね。個人的にレザーマンはブレスレットのマルチツール愛用させてもらってます。めっちゃおしゃれなファイヤースタンドです。蛇腹で折りたたんで聖火台みたくなって。南岸の寝袋、ダウンの品質もいいし、あと一生保証してくれるんだよね、ダウンの詰め替えとかも。ボルダリングもやってる。クライミングなのかな、普通にロープ付きなので。結構高い、6メーターぐらいあるのかな。自転車コーナーもあります。すごいいろんなメーカーさんがある。たくさんチェーンソー体験中です。スエリッチトーチもある。ちょっといつかやってみたいねこれ。スノーピークとコラボで話題の日本酒の久保田さんが試飲とかもやってる。今日車で来ちゃったからな。なんか代々木体育館めっちゃ改装してる。すごい LL ビーンの車もある。みんな大好き天幕デザインもある。いいね、パップ風テント結構広い。これはソロとか2人とかぐらいだとちょうどいいかもね。コットも入るし、普通にお家で使えそうなかっこいい感じのラック。これいいね、畳んだらだいぶちっちゃくなるんじゃないかな。チャレ興味ボックスも、これはファミキャンに向いてるのかな。あとメタル採点箱、折りたたみ式の小型のやつですね。これもソロキャンプとかにはすごいんじゃない。なんかこの上で焼き鳥とかやりたいね。焼き鳥いいな。ポータブル薪ストーブ結構ちっちゃくなるんじゃない。うちのやつ結構でかいんだよね。折りたためるのが正直欲しい。こんな感じで焼く。でここにね、ダッチとか乗せてね、中華鍋とかでもいいけどね、温めつつ。これあれじゃない、ウォーターサーバーじゃない。だからこれ？あ、やっぱそうだ。すごい。これウォータータンク、ずっとお湯で温められる。いつもね、うちでは南部鉄器使ってね、この上で温めてるけど、これいいね、オプション付き。多分オプションだろうけど。で、拾った薪をここで乾かしてくべる。あとまあ調理終わったら皿とかもね置けるからね。そのままテーブルにもなるし、ここで調理もできる。非常に理にかなってるんじゃないでしょうか。で、ここで空気の調整ですね。空気入れればよく燃えるし、ゆっくりとろ火にしたければこう押さえてあげる。どうなんだろう、でもフルサイズの薪入れるとちょっときついのかな。不足しないと結構大変かもしれない。そういうのはね、ポータブルだとね厳しいけども、かわいい、いいんじゃないでしょうか。天幕さんでもこういったドーム型というかかまぼこ型っていうか、他のメーカーでもあったね。結構流行ってんのかな。でも1個あるとね、めちゃめちゃグループキャンプとかでね便利なんだよね。カレーのスパイスセット焼いて、これを入れてちょっと煮込んで出来上がる。来ました、みんな大好き DOD。 どうでしょう。あ、かまぼこ、あれかまぼこミニだね、2個までのやつ。かまぼこミニと、おー、タケノコでかいね。めっちゃ人入りそう。そして人だかりがすごい。やっぱ人気だね。あ、こんなスタイリッシュな感じのもあるんだ。これ多分上から幕かければちゃんと雨も避けれるんだろうね。みんな大好きかまぼこテント。いやー、これ旧型のちょっともうボロボロのあるけど便利です。めっちゃ広いし、キャンプ初心者の人とかともみんなでキャンプできるからね、すごい重宝してます。お、シルキーもある。ここはなんかいい感じの折りたたみのこぎりをたくさん作ってるメーカーさんで、療養切れると思います。お、やばいね、こんな長いのもあるんだ。
刃渡り65cm、50cm、すげえ。ちょっと気になる車の上テント、まあまあするね、やっぱり。何これ、めっちゃ気になる、蚊よけバリア。これはなんか超音波とかそういう感じなんですか。あ、へえ、あ、なるほどなるほど、飛ばして蚊をいない。へえ、じゃあ野外用ベープと言ってしまうとあれですけど、似たような仕組みっていうことでいいんですかね。アブとかにも効きます。アブはダメ。アブにも効いたら最高なんですけどね。そうですよね。そっか、蚊なのね。なるほどね。はい、重さ的には、あ、全然軽いですね。軽いですか。電源はとかはいいですか。炭酸、これ2本。あ、炭酸2本で駆動する。はい、なるほどなるほど。へえ。いや、夏ね、とにかく虫が辛いんで、こういうのあるといいですね。すごい、三菱が結構大々的に坂登りの性能ですね。アウトランダーはないの？アウトランダーで電源取ろうよ。手にどこでもグランピングができるの。おお、すげえ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 。ここは鉄球屋 .com。 なんかいろんな製作所さんが協力して皆さんの夢のキャンプ道具を作ってくれるっていうところらしいです。長さとかもね、焚き火用に長いのが欲しいとか、そういうのいろいろできるんですかね。すごいかっこいいフライパンだったり、ありがとうございます。いろいろあります。ここ年末年越しキャンプでお世話になったキャンプ場さんです。こんにちは、年末お世話になりました。あ、本当ですか。鍋、そう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 。少しすき焼きキャンプやらせてもらいました、こちらで。はい。すごい、ここはね、ゆったりと落ち着いたところで、あんまウェイウェイした人たちが来れないようにちゃんとキャンプ場の人たちもやってくれてるので、のんびりできてすごいいいとこです。ぜひぜひ。フォレストビレッジコビット、ちゃんちゃんこ着てたら覚えてもらってたんで、なんか皆さんもキャンプするとき、なんかいつも決まった格好とかしてると別のところで会ったときとかね、あれ、あん時のとかってなるかもしれないですね。夏何着ようかね、悩むけど、まあ大体僕この帽子かぶってメガネなんで、まあ覚えやすいかなと。これかっこいいし、でかくていいな。結構入る感じ。6日間だって。6日間で、まあ、冷えてるってこと？何度ぐらい維持するんだろうね、その辺気になるけど。なんか色合いはポップな色から、こういうミリタリー調のが増えた気がする。コールマンね、緑とか赤のイメージだけど。あ、ロゴスか、失礼、ロゴスでした。ロッキングチェアがある、ちょっと乗りたい。あ、でもスタートゴリゴリしてるとあれだね。こういうテントとタープがついてる構成いいっすよね。で、下でね、焚き火やって眠くなったらすぐ寝れるし。みんな大好きキャプテンスタッグ、何があるかな。こう、なんかどうもあれなんですよね。一個こういうホットサンドメーカー欲しいんだけど、あんまりピンとくるのがない。耳切り落とさないとダメだったり、あと挟めるサイズが近かったり、なんか取っ手が邪魔だったり、なんかいいのないかな。決定版が欲しいところです。バウルーとかもいいんだけどね。フックさ、ククサククサ。一回ね、塗装を剥がしてこういうとこ削り直して自分の持ちやすい形とかにするとオリジナルギアになって愛着も湧きそうですね。やべえ、公式で鹿番長歌い始めてる。めっちゃでかいテントとかもあるし、やっぱ商品点数がすごい多いっす。なかなかこういうのって実店舗じゃ見れないから、こういう機会じゃないとまとめてみるのがなかなか難しい。ストーブ、アラジンランプ、おしゃれストーブアラジンです。なんか新型があるらしくて、新しいのは石油じゃなくガスストーブで動くとか。そこに差し込むといいな、これ使わない。カセットコントロの下の部分、横にここの部分をそのまま今日でそっち側に行くか。カヤック体験中です。楽しそう。これ一見何の普通のアウトドア用のチェアっていうかソファーなんですけど、この後ろにいろいろつくのがなんかすごい面白いね。意外と太ももがつらい。あー、うん、しっくりした。こっちですね、こっちですね。ちょっと前から気になってた日本野鳥の会シューズ、試着して思わず買っちゃいました。前からちょっと気になってたんですよね、欲しかったんで。ブラウンの
僕は LL でしたね。だいたい足が 26.5 とか7ぐらいなんですけど LL でした。そんな感じでぐるっとキャンプデイジャパンを回らさせてもらいました。結構いろいろお得になってたりとか、なんか登録するとステッカーくれたりとかっていうのも多かったんで、ね、キャンプ好きな人はいろいろ楽しめればいいんじゃないですか。来年もね、もっと時間あったら来たいと思ってます。なんかキャンプアウトでもそういうのできたらいいかもしれないですね。じゃあそんな感じでなんかコメント等あればいただけると嬉しいです。今日はこんなところで、ではでは。そんな最後にロゴが出てくるアウトドアデイジャパンでした。ではでは。